はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、少し坂本勇人選手の現状というところについてお話ししていきたいと思っております。はい、まずね、なんでこの動画を撮ろうかなというふうに思ったかと言いますとね、昨日のあの試合でね、まあ坂本選手がですね、6番サードというところでスタメンをね、5試合ぶりかな、で出てまして、で非常に打撃の内容が良かったんで、こっから上がってくるんじゃないかな、そういう兆しが見えてるんじゃないかなっていうふうに僕的にね感じましたんで、このようなね動画を撮らせていただこうというふうに思ってます。で、まあ坂本選手ね、まあ今年、すごく調子が上がらなくて、まあ2軍調整とかいろいろありました。で、僕がね、あくまで僕が主観的に思う坂本選手の、前までの状態っていうのは、崩されてる打球、崩されてる打席が非常に多かったんですよね。どっちかっていうと、詰まるっていうのもありましたし、詰まるのもあるし、泳がされて、ふわーっとこう、下半身がこう、ふらふらっとしたようなね、感じで打ち取られてるっていうのが非常に多いなっていうふうに、まあ、いわゆるまあ、タイミングが合ってないっていう打席が非常に多いなっていうふうに思ってて、やはりバッターってタイミングが合ってないと強いスイングもね、かけていけないし、結果的に強い打球も打てないので、そういったところでタイミングはなかなか合ってないなって、まあそれが下半身の、まあコンディション不良なのか、そもそも調子が悪くてバランスが取れてないのかとかね、まあいろんな要素があるんですけども、まあなんせ、タイミングが取れてないなって、思ってました。で、坂本選手ってもともとタイミングを取るのが天才的な打者なんですよね。で、今まで、たくさんのね、プロ野球選手見てきましたし、僕がね、幼稚園というか、ちっちゃい時からいろんな選手の打ち方をね、真似したりとか見てきましたけども、あれだけ足を高く上げて、なおかつ高い打率を残して、うん。っていうバッターってなかなかいなかったんですよね。まあ昔言ったら王さんとか、まあジャイアンツで言ったら高橋由伸さんとかね、いましたけども、まあ右バッターであんだけ足上げて、間を取って、間を大きく使いながら打者とね、投手のこの空間をね、こう締めるというか、いい感じで間合いを取ってっていうバッターってなかなかいなかったんですけど、まあ坂本選手はね、まあその高校時代の映像を見てもあえて足を高く上げて、まあ、間を測ってるっていうところがあるので、まあ、そのタイミングの取り方であったりとか、間の使い方っていうのは、もう12球団でもトップの選手なんですね。で、その選手が、なかなかこう、間合いを取れずに、泳がされたり、詰まったりしてたというところで、まあ、非常に、何か原因があるんだろうなというふうに思っておりましたけども、本当に昨日の試合ね、まあ、フェンス直撃の二塁打一本打ちまして、まあ、それ以外の打席もですね、外野フライのね、感触というか、僕がテレビで見る感じでは非常に状態いいんじゃないか、角度もね、いい形で上がってると。ただ、少し先っぽであったりとか、詰まったような打球があったんで、まあ、フェンスのね、手前で失速したっていうのがね、フライが何本かあったんですけども、まあここまで来たら僕もうそろそろ大丈夫かなというふうに思ってまして、まあスイングの感じのスイングの方もですね、ある程度やっぱ足も上げながら、間合いを取りながら、タイミングを合わせてましたし、しっかりね、しっかりとスイングができてましたんで、これはもう上がってくるだろうなというふうに思ってますと。で、この間のすごく調子が悪い時なんかは、ノーステップで打ったりとか、そういったことも、まあ、なんていうの、小手先じゃないけども、そういう、試合に出てる以上ね、やっぱり結果を出していかないといけない、状況に応じた打撃をしていかないといけないというところで、自分の持ち味である足を上げて打つというところを、ちょっとこう封印しながらね、やってたところはあったと思うんですけども、非常にね、昨日のね昨日の試合なんかを見てると、あ、坂本さん戻ったなというか、あ、もうこれはもうそろそろ大丈夫だなっていう風なね、感じは僕的にねすごくしたんで、今日ね、もしかしたらスタメンで出るかもしれないし、出ないかもしれないですけども、もうね多分ね、僕の予言ではないんですけども、そろそろね本当に上がってくる、もう坂本さんはもう大丈夫かなっていう感じは
僕の中ではしてるんで、まあそれが当たるか当たらないかは、まあそれはちょっとわからないんですけども、昨日のね、打席内容を見てると、すごくいい捉え方というか、いい形で、触れてるなっていう風なところはありました。で、坂本選手が、まあ、例えば状態が上がってくるとしたら、まあ、サードで出るのが濃厚だと思うんですけども、まあ、サードにね、モンテスが入ったりとか、してることもありますと。で、モンテスも、まあ、打撃でね、すごく、まあ、いい形でね、まあ、ヘルナンデスの始めよりは打ってないとは思うんですけども、非常に、まあ、いい形の打席もね、多いと思うので、そこはね、やはり、プロの世界ですから、競争かなっていうふうに僕、個人的には思ってます。で、まあ、坂本選手が練習の時に、ショートで、ボールを受けたりとかっていうところも、まあ、してるっていう風な、ね、情報は入ってきてますけども、僕の中では、まあ、ショートに戻るっていうオプションはね、僕はないのかなっていうふうに思ってて、今年だけね、見れば、ショートに戻って、打撃が、復調した坂本さんがね、ショートに戻って、サードにモンテスを入れる。これは、すごく、まあ、魅力的な、オーダーではありますけども、来年以降のことを考えれば、まあ、今で言ったら、伊豆口選手、まあ、門脇選手をしっかり使っていく方が、僕はいいのかなっていうふうには思ってますし、まあ、そこのショートの争いっていうのもですね、まあ、今最近門脇選手が、伊豆口選手がね、結構多く出てますけども、門脇選手のここからの奮起っていうのも期待したいと思いますし、そこは若い選手で、どっちかが掴み取っていく、どっちかなのか、それとも、ドラフトでね、また新しい選手を獲得して、また競争させるのか、それはちょっと、まだまだわからないところはありますけども、現状で言ったら、まあ、ショートっていうところは、伊豆口選手か、門脇選手が、まあ、争っていくだろうなっていうふうなところはあるので、そこにね、坂本さんを戻してっていうことは、僕はあまりしなくていいのかなというふうに思いますし、うん、するべきなんじゃない、するべきではないというふうに思います。で、モンテスもね、非常に、まあ、いい選手であるんですけども、守備にね、少しこう、ちょっと怪しいところも多々、ちょっとね、まだ試合数があまりないので、まだ出てないので、ちょっとまだはっきり断言はできないですけども、ちょっとまだあるのかなっていうふうなところは、僕の中では感じているので、うん。そういったところで、まあ、坂本さんをサードで、まあ、状態の上がった坂本さんが出てるっていうところ、まあ、6番であったりとか、そのあたり、6番、7番あたりを坂本さんが打っているっていう状態であればですね、すごく、打線の層も厚くなってくると思いますし、うん、まあ、昨日はですね、まあ、岸田選手にホームラン出たりとか、中軸のね、ヘルナンデスであったりとか、岡本選手が、ホームランを放ちましたけども、やはりある程度やっぱりこう、まあ、岸田選手は7番とか、その辺を打つことが多いですけども、3番、4番、5番、このあたりが、ある程度、いい打撃をしていくと、こんだけね、点が入るっていうのは、わかるかなというふうに思いますんで、まあ、坂本さんもね、状態が上がってくると、非常にジャイアンツ、いい形でね、試合に臨めていくのかなというふうに思うので、これからもね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は坂本さんの状態を見ていきました。僕的にはもう上がってくるというふうにね、ちょっと予言させていただきたいなというふうに思うので、皆さんもね、ぜひ、坂本さんもそうですし、その他の選手も、状態が上がってくることをね、願いながら、ジャイアンツを応援してもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。